こんにちは、アズブンジャーです。今回もまた遅くなってしまったんですが、今日はこの前の仮面ライダーエグゼイドの38話の感想です。この前グラファイトにやられてしまったタイガさんですけど、いきなりいつもの生徒大学附属病院に緊急搬送されました。前回内臓破裂の恐れありって言ってましたけど、まさかの心臓でしたね。どうやったら心臓だけ損傷するのかちょっと考えてみたんですけど、グラファイトの爪とか、あの武器ですね、あの武器が刺さったとかでしょうかね。ちょっと医者じゃないので分かりませんけど、普通心臓をやられたら下手したらその場で死んでしまいそうですけど、そうではないのはタイガさんが普段から迷彩のズボンを履いて鍛えてるからということかもしれないですね。それにしてもブレイブのレベル100ですけど、これアーマーが白いので白衣を着ているようにも見えなくもないですね。そしてパラドとグラファイトのコンビですけど、あれだけクロノスを倒すと言っていたので、なんでスナイプとかブレイブを倒そうとしているのかちょっとよくわかんないですね。今だったらレーザーが助けないので、クロノスがエグゼイドたちと戦っている隙をついてゲムデイスウイルスでクロノスを倒した方が良さそうなんですけどね。と思っていたらクロノスの方からやってきて、ついにゲムデイスウイルスを使ってくれたんですけど、あんまり効いてないですね。むしろ培養してゲムデイスウイルスも強くなっているはずなんですけどね、せいぜい時間を止める能力が使えなくなったぐらいですよね。そしてパラドがやられるのを阻止するためにゲームとキリアさんが駆けつけたんですけど、バグスターになってしまったレーザーターボがやられるとどうなるのか不明ですよね。グラファイトは完全体なので何度でも復活できるということですけど、ソルティとかもいつの間にか勝手に復活してますけど、どういう仕組みなのかちょっと気になります。というかバグスターはボタン一つでいつでも倒せたはずなので、パラドも倒すだけなら簡単にできると思うんですけど、絶版にしに来たと言っているので、多分止まった時間の中で倒すために来たということだと思います。そしてどれぐらい戦ったのか、ゲームのライフが残り70になってしまいましたけど、バグスターでも生身の人間のように疲れるみたいですね。そして手術の方ですけど、最初に運び込まれた時の時間が夜の7時45分で、終わったのが夜中の3時だったので約7時間に及ぶ大手術ですね。サキちゃんのことはちょっと残念でしたけど、スナイプレベル100の情報がないのでタイガさんが退場してしまう説が浮上していますけど、今回はなんとか退場せずに済んでよかったです。とにかく今回は涙なくして見れなかったですね。そして次回の予告でまたパラドが狙われていたんですけど、なぜか M にとどめを刺されたように見えますけど、一体何がどうなっているのかめっちゃ気になります。パラドがやられたら M が変身できなくなってしまうのに、本当にどうなってるんでしょうね。次回も楽しみです。そしたら次はウィークリーエグゼイドです。まず前回告知されていた大騒動のプレ版での販売の詳細のお知らせです。買えなかった人もこれでなんとかなりますね。そして騒動の最後のステージ10の情報が公開されました。やっとレーザーターボがラインナップされましたね。しかも貴重なガシャコンスパロー付きです。これは嬉しいですね。これでクロノスの左腕と右腕のシーンが再現できますね。ちなみにちゃんとプロトスポーツとプロトコンバットも出るみたいです。こうなるとテレビで出て、あと出てないのはライドプレイヤーの2個バージョンぐらいでしょうかね。残りのラインナップはやっぱり映画のやつでしょうね。とりあえずクリエイターゲーマーと仮面ライダーフーマーですよね。忍者プレイヤーも入れたら結構多いですね。というわけでエグゼイドの38話の感想でした。ちなみに 3DS や今やってるのは今更ですけど、ニュースーパーマリオブラザーズの2です。今ちょっと見えにくいですが、星が4つになったのであと1個でですねオールクリアになります。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。